諸君、こんばんかは。仮面投稿者、月川です。台湾発にして、よく台湾を紹介する VTuber です。よろしくお願いします。さて、皆さん、国会というものをご存知でしょう。それは議員と呼ばれた方々が、国家のルールや法令などを制定する大事な会議なんです。こういう国家のありかを決める権力をずっと一部の人間に把握されないため、その議員たちの人気は特に民主国家なら必ず危険があります。ですが、世の中には民主国家でありながら議員の人気がなく、ほぼ終身雇用という場所があった。それが台湾なんです。というわけで、今日のお題は台湾の万年国会について解説しに行こう。ことの始まりは1947年、中国がまた中華民国としてみんなに認知されている時期なんです。日大戦が終えた中華民国は、はじめに憲法を施行し、議員選挙ができるようになりました。そして、中国大陸全島で選出された議員はおよそ3000人くらいがあります。ですが、その後、中華民国を代表する国民党は共産党との闘争で負け、そのままたくさんの兵力や政府役員などの方を連れ、台湾に撤退し、残された中国大陸は共産党の下で中華人民共和国として建国した。さて、敗北した国民党はそのまま黙るつもりはない。台湾に移したとしても、いつか必ず中国を奪還するように考えていた。ところが、現実はそんなに甘くない。台湾に引っ越した1年、2年、さらに長い時間が経過し、中国奪還の使命は全然進めそうにない。その上、招待の議員たちの人気もそろそろ終えるところなんですよ。普通なら、正常に人気を終えさせ、新たな議員選挙に入るところですが、先ほども言ったように、あの時期の中華民国はまた中国大陸を諦めたわけではない。でもね、中国大陸は共産党の手の中にいる。紹介と同様、各地から代表者を選挙を行えるのは到底無理な話。とはいえ、もしそのまま各地の議員たちに解任させたら、将来中国大陸を奪還した暁、すぐに各地を代表し、議会を参加する方もいなくなる。だから、中華民国政府は、とあることを決断した。それはね、台湾地域以外の議員たちに任期を延長させること。まあまあまあ。一応戦乱時期とも言えるから、多少はね、理解できないもないけど、だからそうやって1年、2年、5年、10年、ざっと40年以上も延長しました。皆さんはわかる？この40年というクソ長い任期はどういう意味なんですか？つまりね、台湾の国会、40年間ずっと同じメンバーに把握されている。そして、台湾出身の議員が若くして20代、30代に対し、台湾地域以外の方は最年少でも70代、80代、そういうあと一歩で天に召される方々ばかりなんですよ。実際、あの頃の議員たちは、点滴をつけて、韓国人に解雇されながら、議会に参加しているんですよ。その中に、ちゃんと自己意志を持つ方は、何人いるか全然わからない。故に、学生運動も勃発し、老会を解任せよという声も絶えないですね。そんな感じで、1991年の頃、政府は、とある命令を下りました。1991年12月31日をもて、招待議員たち全員定年として退任すること。こうして
44年間も在籍続けた招待議員たちが引退することになり、続という万年国会も歴史の中に消えてゆく。めでたしめでたし。はい、というわけで今日のお題はここまで。これからも台湾のことを語り続けていく。もしよければチャンネル登録と Twitter のフォローもよろしくお願いします。またお会いしましょう。